はい、えー、ただいまご紹介いただきました森忠史と申します、えー、法学部では今ご紹介いただいたように国際法という科目を教えています今日はあ国際社会と国際法と いうテーマでですね模擬講義をしたいと思います、えー、まあ、大変暑いですしまたお昼ご飯を食べた後ということで大変眠いと思いますが、えー、頑張ってですねまあ、聞いていただければと思いますで本日の構成はこういう形になっていますでまあ本日国際法と国際社会と国際法というお話をするわけですがまあ、国際法といってもですね馴染みがないと いいうう方がまあほととんどだろうと思います、まあ、朝ちょっと手を挙げてもらったらですねほとんどの人は馴染みがないということでしたが、まあ、実はそんなことないんだというところからですねお話をしたいと思います。ここに上がっているようなニュースというかまああの話題ですねいずれも最近のニュースとして、まあ、見出しぐらいは制したことがあるかと思いますが、まあ、こうしたニュース、まあ、いずれも国際法に関連する問題になります。 もっとシンプルなところではですね、条約という言葉は聞いたことあると思いますが、国家間の文書による約束あるいは合意というものです。例えば日米安保条約とか聞いたことあると思いますけれども、これいずれもですね、国際法の問題だということになります。憲章、協定規約、議定書という言葉が使われることもあります。国連憲章とか WTO 協定とか、連盟規約、強度議定書と いくつかもちろん聞いたことあると思いますがこれらも全て国際法の問題になりますつまりニュースでですねこういった検証とか条約とかいう言葉が出ていればそれはもう国際法の問題だと思っても間違いがないということになりましたさらには話題を変えますが高校でもですね皆さん国際法を習うということに、まあ、気づいてる人と気づいてない人がいるんじゃないかと思いますが えー、高校の政治経済の教科書を今回確認しましたが、えーまあ、少し下の方になりますけど国際関係と国際法という項目があったりですねあるいはまあ現代社会の教科書でもやはり国家間の関係を律する決まりというところでですね国際法について、えー、触れられています。えーまあ、すでに習ったという人もいるかもしれませんしああそういえばと思い出した人もいるかもしれません。 まあ今日はですね時間も限られてますのでえまあ国際法って案外身近なんだなと思っていただいたところでこういうお話をしたいと思います。えー、国際法のの基礎歴史、まあ、現代の課題とということですで、まあ、なかなか少し駆け足ね時間も限られてますので駆け足になりますが2つ持ち帰っていただきたいと。1つは国際法は世界史日本史政治経済といったですね まあ皆さんが社会という大きな括りの中で学ぶことにまあ非常に密接に関連しているんだということであります。でもう一つはそのこととももちろん関係するんですが国際法は国際社会を理解するためのまあ資格の一つであるということをですね学んでいただきたいと。 まあ政治経済というとです、ねまあ、国際政治や国際経済に直結するわけですが、まあ、それに加えて国際法というのもあるんだなという形で,です、ねまあ、少し関心を広げていただければと思います。ではまあ本題に進みたいと思います。まあ、そもそもです、ね、国際法って何ですかと聞かれてひ、ねまあ、一言で答えるとしたらこちらにあるように主として主権国家相互の関係を切りする法ということになります。 なんでこれ主としてということかと言いますと国際法が起立するのは19世紀までは主権国家だけでしたが第2次大戦後は国家だけでなくて国際組織や個人も国際法によって起立されることがありますので主としてと言われています。今日は基本的には主権国家の話を中心に個人や国際組織が少し話題に出てくるということになります。重要なのののはこちらの主権国家という言葉の方でして 国家が主権を有しているということを表す表現ですが主権国家って何ですかということですけれどもここにあるように丸二とあるようにです、ね、一つは領域においてつまり国家の中でですね国家の中ですべての人やものを統治するんだということになります。後ほどちょっと触れますのは封建制なんかとですね対峙すると分かりやすいだろうと。 封建制だと封建諸侯っていうのがあって、国王の権力が直にですね。その人々に直結してるわけじゃない。そこを主権国家においてはですね領域において全ての人ものを統治するという原則が認められたということになる。ま、もう一つ、国際法との関係で重要なのはこの対外的には何者にも従属しないということであります。これも中世においては、例えばローマ教皇がいたりですね。 親政ローマ皇帝がいたりということで国家国王の権力というのはま非常に複雑なものだったわけですが、それがま主権国家ということになると対外的には何者にも従属しないということが重要になるわけです。したがって国際法というのはですね言い換えれば主として対外的には何者にも従属しないものの相互の関係を切りする法ということになる。これがですねま今日一つ目のポイントになります。 対外的には何者にも従属しないもの、相互の関係を規律する法ということであります。で、そんなこと可能なのと思う人もいるかもしれません。対外的に何にも従属しないのに法、法まあ、法律関係法関係というものができるのかという点であります。まさにその点にですね。国際法の難しさと面白さが集約されていると言っていいかと思います。そのことを国際法の形成適用執行の順にですね。見ていきたいと。 つまりまず国際法はどううやって作られるのかという問題です、まあ、国内社会ではですね国会とかあるいは市議会とか県議会とかですね議会があって法律を作るあるいは条例を作るという形で、まあ、法あるいは法律を作るということになってですね、まあ、国民全体あるいは県民全体に対してそれが適用されると。 いうことになりますが、国際社会にはそういうまあ集権的と言いますけれども立法機関は存在しないということになります。国連総会は違うんですかと思う人もいるかもしれませんが、まあ簡単に言えば違う。国連総会というのはあ加盟国をですね拘束するような決定をすることはできませんので、まあいわば国連総会で何かを決めたつもりであってもですね、それを加盟国にですね。えー 守らせるあるいは命令するということができないわけです。ということになります。ということになります。ということになりま意ということになります。これが今日の2つ目のポイントになります。今日は先ほど言った対外的には何者にも従属しない者相互の関係を起立する方というポイントとですねこの主権国家相互の合意というポイントを2つのポイントからですね整理をしていきたいと思います。 主権国家というのは対外的には何者にも従属しませんので他人が勝手に決めたことには従わないということになる自分が同意して相手の国も同意して初めてそうした同意が重なって成立した合意に従うということになるでそうした合意は条約や慣習国際法という形でまあ存在をするわけです条約というのは先ほども出ましたが国家間の文書による約束である、まあ、明示の合意であって成文法といってもいいと。 条約という名称以外にですね検証規約強制議定書と書いてあっても、まあ、そういう名称であってもいずれも国家間の約束という点では条約と広い意味ででの条条約約と言わわれるわけですで条約について重要なのはですね条約は、まあ、当事国といいますけれども締約,約国とか当事国といいますがそれを結んだ国のみを拘束するそれを結んだ国のみのまあ約束だということになります。 自分が合意したことには従うけれども他人同士が合意したことはまあ自分には関係ないということになるでこの点は2国間でで条約を結ぶ場合にはまあピンととくると思うんですよね日本とアメリカが条約を結んだでその日本とアメリカが結んだ条約にです、ね、例えば中国に従えと言っても、ねまあ、それは無理な話というのはピンとくると思いますが条約というのはそうした2国間で結ぶだけじゃなくてむしろ多数の国で結ぶ条約。 数国間条約と言いますすががこれがまあ最近重要になってきてきるわけでで多くの国で結ぶ例えば後で出てくる強度議定書だったりその上にある気候変動枠組み条約もそうですし WTO 協定もそうあるいは国連憲章も多くの国で条約を結んでいるということに変わりはないわけですがそうした多くの国の間で結ばれた条約であってもですねやはり条約はそれを結んだ国だけを拘束するという点です。 高校の教科書先ほどの政治経済や現代社会の教科書に出てくるようなある意味メジャーな条約はですね特に説明がありませんので法律と同じようにすべての国を拘束しているかのように思うかもしれませんがそうではないということに注意をしていただきたいとこうした条約という成分法以外にですね不分法あるいは目次の合意として慣習国際法というものも存在すると。 多数のののの国国家家がが繰り返したた観光が国家間の暗黙の合意ととなったものと言ってもも言ていい。例えば外交関係に関して外交関係ですね大使を送るとか受け取るとかあるいは大使をこう追放するとかですね、えー、まあ去年ですか北朝鮮のです、ね、問題でマレーシアと北朝鮮の間でし、まあ、熾烈な外交的な争いがありましたがあ、まあいった大使館からですね 対し外交官を追放したいというようなことも全て国際法になっているわけですそれはもともとはまさに多数の国家がですね500年ぐらいにわたって繰り返した慣行がですね暗黙の合意となって成立しているとその後条約は作られたりしていますが重要なことは慣習国際法はですね条約が締約国のみを拘束するのに対して慣習国際法は全ての国を拘束するという点になります。では こうして形成された国際法はまどのように適用されたり執行されたりあるいは実現されているかというのが次の課題になりますま国際社会には残念ながら世界政府は存在しませんし国際裁判というのもま常に行われるとは限りませんもちろん国際裁判の重要性は年々高まっておりまして最近もですね、国際司法裁判所という裁判所に日本人から 裁判官が選出されたというニュースありましたけれどもあの方東大のですね私のいわ、まあ、ば同僚先輩である岩沢先生という方ですが国際司法裁判所の裁判官になられたとでその国際司法裁判所というのは、まあ、年々ですねその重要性を増してきているのは確かですが同時にですね例えば日本が韓国との間に竹島の問題を抱えてますが日本がですね国際司法裁判所に訴えたい、まあ、裁判でいえば決着をつけたいといってもですね 韓国の方がそれに反対すれば無理やり裁判を始めるわけにいかないということになるわけです。したがって、まあ、国際法違反があってもです、ね、世界政府がありませんので、まあ、ば警察がすぐ飛んでくるというわけにもいきませんし国際法を守っているか否かについて争いがあっても、まあ、すぐに裁判所に付託されて解決されとは限らないわけです。日本だったら、まあ、警察が来るとかです、ね、何か問題があれば裁判に訴えてやるということになるわけですが。 それと比較すれば、まあ極めて文献的な構造だということにもなります。まあにもかかわらず、国家はほとんどの場合に国際法を守っているというのが、まあ面白いところであります。いやいや、待ってくれと。国際法なんて守られてるんですかという人もいるかもしれません。まあ確かにですね。例えば、二千三年のイラク戦争について言えばですね。アメリカの武力行使は、国際法上違法としか言いようがありませんけれども。 アメリカに対して制裁が課されたという話はまあ聞かないわけですしかし国際法というのはそういった国家の安全保障に関わるようなですね高度に政治的な局面にのみ関わるわけじゃありません実はもっと日常的なです、ね、広範な側面に関わっています。まあ、例えばここに挙げたような国家間の輸出入りであるとか国際通信国際航空といった分野であります。例えば 皆さんも海外にです、ね、飛行機で行ったことがあるという人も多いんじゃないかと思いますが、まあ、かなり現在では普通のことになっていると思いますけれどもあれもです、ね、実は、間でででで条約を結んでです、ねまあ、それれに従うことで初めてて行わわいるわけです私が例えば飛行機を飛ばしてです、ね、もうロシアに行きたいと言ってもです、ねまあ、打ち落とされなければラッキーくらいの話でありましてこれは打ち落とされないためにはです、ね、まずは、10間で条約を結んで、まあ、お互いの国の飛行機を行き来することを認めましょうということを約束し まあその上でそれに従って各航空会社がですねスケジュールを出すなどして実際にはこうオペレートされているわけです。あまり意識されることはありませんがまあこうした分野ではですね日常的に国際法が守られ実現されているということができるわけです。では国家はつまり警察もなければですね裁判も行われることがわからないのに何で国際法を守るのかというのが次の問題になります。 国際法はなぜ守られるのかという問題でありますこれに対する基本的な答えは2つありまして1つは国家は国際法を必要としているということでありますつまり国家は国際社会にですね、何らのルールもないよりはやはり一定のルールがある国際社会を望んでいるということであります例えば人を行き来さえさっきの飛行機の例で言えばですね、行き来さえというときに何もなしで命がけで行くよりはですね、やはりあらかじめ約束しておいて お互いの国の飛行機はお互い受け入れましょうと約束しておいた方がまあやっぱりいいわけですよね簡単に言えばまあそういうことの積み重ねでありますしたがってま国際法の存在を完全に否定するとかですね、それをむやみに破るということは国家自身の利益に反するわけです例えば先ほど挙げた2003年のイラク戦争に際してもですね、アメリカは国際法に違反していないと主張をしましたまあその主張が適切かどうかというのはまあもちろん問題があるわけですが 決して国際法などを守る必要がないと主張したわけではないわけです。つまり国際法の存在自体を否定してああいう戦争を行ったわけじゃなくて国際法を守ってますと言いながらまあま言えば主張したということになります。もう一つの理由としては国際法が先ほど触れた点ですよね。先ほどのキーワードの一つですがポイントの一つですが国際法が国家間の合意によって作られるという点になります。どういうことか。 各国は、まあ、ある分野について、まあ、例えばさっきの航空問題でもいいわけですがある問題について何らかのルールはあった方がいいと考えて、まあ、例えば条約を作るための交渉に臨むわけですが、まあ、同時にですねそういう、まあ、あの何もないればいいけどあまり厳しすぎても困るなと思って交渉に臨んでですね、まあ、そういう国が集まって結果 各国がが守るるることとできると考える点についてです、ねまあ、合意が成立して条約が作られるということになるわけです。つまりルール自体が国際的なルール自体が上から押し付けられるのではなくてです、ね、自ら合意して作るわけで守ることのできないルールは作らないあるいは守ることのできるルールを作っているのだから国家はそれを守るということになります。 ま、こういうのトートロジーじゃないかと言われるかもしれませんが、まあ実際のところそうであるわけです。まあ、守れないルールは作らないというのが基本ですし。多くの国が集まって条約を作る場合でも。ある国にとって守れないルールが作られそうな場合はですね。まあ、究極的にはその国はその条約を結ばないという選択肢もあるわけです。昨年、核兵器禁止条約が作られたということがまあ大変話題になりましたが、まあ、例えば核保有国はおそらくそれを。 結ばないでしょうし、おそらく日本もそれを結ばないでしょうと、守れない約束はまあしないに越したことはないということになります。これも国際法あるいは国際社会の基本的な構造からまあ当然なこととも言えるわけです。重要なことは国内の法秩序が集権的であるのに対して、国際社会の法秩序というのはまあ相当程度分権的だということにもかかわらず国際法は ほとんどの場合、日々守られているということになります。国際法の歴史に進みたいと思います。まあ、国際法の起源クエスチョンマークのところはですね。ちょっと時間の関係上飛ばします。まあ、あのなんなら古代にも遡ることができますよ。ということですが、まあ、直接の起源はですねこの2の方の。17世紀のヨーロッパに求められるのがま一般的だということになります。 世界史の授業を思い出していただきたいですが先ほども触れたようにですね16世紀くらいまでのヨーロッパは中世と呼ばれその政治体制は法権体制と表現される到底国家が主権を有している状態ではなかったそれがその後国王が強力な集権的な体制を展開するようになってですね最高の権力つまり主権を有するとされていくと。 それが主権国家の誕生であって、また近代の始まりとされるわけです。こうして誕生した主権国家によって構成された社会がま近代国際社会と言われます。それを象徴するものとして、通常を挙げられるのが1648年のウエストファリア条約30年戦争を終わらしたウエストファリア条約ということになります。ま、これも世界史で習うことと思います。まあ、それでウエストファリア大戦なんていう言い方をしちゃいもするんですが。 まいずれにせよですね国際法というのは複数の主権国家が集まってですね国際的なシステムを作ったとつまり近代国際社会の成立に対応して誕生したということになります。当時の国際法を近代国際法と呼ぶこともありますがその内容はどういったものかというのが次の課題になります。それは主権国家が集まって作るということですのでまず何よりも お互いが主権国家であるということを認め合うものであります。お互いに国家の主権を認め、独立と平等を認め合って、他国の内政には干渉しないというルールが基本になります。主権平等、内政不干渉と言われることがあります。まそこまでだったらですね。まあ、お互いこういわば国に引きこもってですね。一切接点を持たないということになりそうですが、まあ、そういうわけもいかないもう17世紀といえばですねすでに。 商業目的の人の往来というのはまあ盛んになされていたわけです。そうした人々を保護するための外交関係もまあ15世紀には行われていたとされます。そうなれば外交関係に関する国際法が必要だということになりますし、商業を行うという点ではですね、まさに先ほどと同じで商人がやってきたら殺してしまえでは済まないわけで、商人がやってきたらちゃんと保護するという約束が必要だと。 それで通商条約や通商公開条約などが作られることになるわけですまそれ以外にもいくつかの分野でですね当時から国際法は発展をしていきますまこうして誕生したわけですが19世紀になるとま大きな成長を見せますここで重要なのはこの2つ目のですねま国家間関係の拡大というものであります19世紀というものを想像していただければですね 産業革命が発展する関連して交通通信手段が進歩するさらには国際貿易や金融の拡大さらには植民地をめぐる紛争も生じますのでこういったさまざまなところで国家間関係が発展すればそれを調整したい調整しなければ結局戦争になってしまうということになりますので調整をしたいということで国際法が発展すするわけです一例を挙げればですね例えば交通通信手段と。 進歩と言いましたけれども例えば電信という技術が発展すると今までできなかったようなこう遠く離れた地域にですね瞬時に情報を送ることができるようになるまずは一国内でそれが進みますけれどもヨーロッパ各国で進めばそれをつないでですねヨーロッパ中で電信を利用したいと思うのは当然なわけでそうなれば調整が必要だということになる。そこで年に 条約が結ばれて万国電信連合という国際組織が作られたりしていますまあ郵便も全く同様でありまして1874年に同じく国際組織が作られていますさらにはアフリカを対象としたあ植民地獲得競争1885年のベルリン会議というのを聞いたことがある人もいるかと思いますがそうした会議を通して領域取得に関するルールも形成されていくわけですまあここまで 近代ヨーロッパの話をしてきましたが他の地域はどうですかという問題になります。ちょっと時間の関係上ですねアメリカ大陸は飛ばしましして日本の話をしたいつまり19世紀後半になってですね19世紀後半になってまいよいよ日本を含む東アジア諸国がヨーロッパあるいはアメリカ欧米をですね欧米を中心とした国際社会に組み込まれていく。 もちろん日本の場合それは黒船と海国というキーワードでくくられるわけです1850年には日米は新条約1858年には日米修好通商条約が結ばれる日本史で学ぶことだと思いますもちろんこれらも条約であって国際法だということになるその後日本はヨーロッパ各国とも同様の条約を結んでいくわけで先ほど触れたようにですね、国境をまたぐ商業を円滑に行うという観点からこうした条約が真っ先に結ばれたということになります 日米就効中通商条約といえばですね当然いくつかのキーワードを思い出す人もいるかと思います不平等条約領事裁判権などでありますこのうち、えーまあ、なんで領事裁判権なんてものが認められたのかという話をしたいんですが領事裁判権というのはそもそもまあ日米で言えばですねアメリカ人が日本で違法行為を犯した際にアメリカの法律に基づいてアメリカの領事が裁判するということを日本が認めたものであります もちろん現在ではまあ、いくつかの例外、まあ、例えば外交官とかですね。米軍人などを除いて日本でアメリカ人がですね違法行為を犯せば日本の法律に基づいて日本の裁判所で裁かれるということになりますので、まあ、確かに大きく異なっているわけです。まあ、そこを捉えてま不平等条約だと言われることもあったわけです。じゃ、なぜですね。そうした、不平等条約と呼ばれるものが結ばれたの。か。 先に触れたように19世紀の近代国際法の発展の背景にはですね国家間関係の飛躍的拡大が挙げられるそれは主として国境を越えた人物お金の移動であったわけですそうした移動を可能にするためにはもちろん国家間で約束をする必要があるもちろんそうした約束は守られなければならないわけで重要になってくるのはそうした約束をする政府がですね 国際法上の拘束力ある約束を成すことに十分なほど安定しているかどうか外国人の生命自由財産を適切に保護する意思と能力があるかどうかで具体的にはですねそうした保護を与えるための国内法裁判行政の制度を備えているかということが問題になるわけですま約束はしたけれども国内の制度が整ってなければ守れないその約束を守れないということになる。19世紀ののの後半の日本というのは あ少なくともですね欧米諸国が見た場合にこうした制度は備えていなかったわけでそこで出てきたのが先ほどの領事裁判制度だということになる。日本の法律や裁判は不十分であって信用できないので自分たちつまりアメリカの法律により自分たちつまりアメリカの領事が裁くというものであったわけです。でこうしたことは日本に限らないわけで先ほど述べたような 国内法裁判行政の制度というものを備えていなかったトルコやシンとの間でもですね高校の世界史の教科書でもですね19世紀のトルコやシンについて書かれた部分を見るとそれぞれのページで不平等条約というのが出てきます同じ全く同じ話同じ構造の話であります。 まあとで確認していただければと思いますがぜひですねそれが全てつながっている話なんだということを意識していただくといいんじゃないかなと思います。まあ、明治政府にしてみればですね江戸幕府が結んだ不平等条約を引き継いだわけですがその撤廃を実現するためには当然国内法裁判行政の制度というものを整備する必要があるわけです。そういう制度がないから不平等条約だとじゃ不平等条約を直すためにはそういう制度を整える必要があるということになる。 したがって、法律の整備、法典編纂事業というものが強力に進められたということになります。それが、その後の条約改正の成功につながったということになります。まあ、こうしたことはですね。近代国際法がヨーロッパ諸国間の関係を切り、ものとしてまず登場すると。しかし、19世紀半ば以降、世界に広まっていくという経緯,経緯を経たことを示すと同時にですね。近代国際法というのが。 ヨーロッパ諸国の対外進出を正当化、あるいは合理化する役割を果たしていたということを示しているわけです。不平等条約というのは、その一つの例だということになりますし。まあ、今日扱われませんが、世界史で習うアフリカ分割もですね。その最たる例だということになるアフリカ分割を正当化するためにですね。国際法の論理というのが使われたというのは、まあ、紛れもない事実であるわけです。 ではですね歴史はこれぐらいにしまして20世紀に進みましょう。20世紀の国際法の展開の中で最も重要なことはですね戦争が違法化されて国家間の武力行使が原則として禁止されたことであります。19世紀のまで19世紀までの国際社会において戦争はですねまあ、一言で言えば禁止されていなかったということになる。19世紀の終わりから徐々に違法化されて。 第二次大戦後の国際連合の誕生によって明確に放ォされたということができます。まあ次に重要なことは、特に第二次大戦後ヨーロッパなどの植民地だった地域がですね、次々と独立を果たしたことだということになります。1945年時点の独立国の数は50余りでしたけれども、まあ現在では200前後の独立国が存在をします。 まあ多くがですね、植民地の独立によるものだということになります。それからもう一つ、二十世紀以降の国際法について重要なのはですね。第三の点ということになりますが、国内問題から国際法の規律の対象へという問題であります。つまり、十九世紀、二十世紀前半までは、各国の国内問題とされていたものが。二十世紀後半以降、国際法による規律の対象となったことになります。 これからお話しするまあいわば後半のですね中心の話題になります。まあ例えば人権問題というのもですね。まあ一部の例外を除いて19世紀から20世紀前半にかけてはまあ、ね、各国の国内問題とされていたわけです。各国の国内問題ですから近代国際法の基本原則が内政不干渉だとすれば他国は各国の国内問題である人権問題には口出しができなかったわけです。各国の国内で その国の国民がどう扱われているかというのは他国が口出しをできる問題ではなかったということになるところが第二次大戦中のドイツ人によるユダヤ人虐殺というのはもちろん衝撃を与えましたしまた第二次大戦自体がですね、まあ、連合国対数十国の争いというふうに位置づけられたわけですがその数十国というのはもちろん日本ドイツイタリアいずれもですね国内での人権を守っていなかった国であると。 いうふうふにまあ正確付けられたそうしますと戦争を起こすということでですね国内で人権を守ってないっていうことが密接な関係があるものとして意識をされたわけですそうしますと戦後国際連合を作る国際平和のための組織を作るという時にですねもちろん一方ではそのいわば戦争を禁止するとか武力行使を禁止するという話が進められたわけですが同時にですねその人権を守らせるということも 国連の目的の一つに挙げられたわけです。その後、そういった方向でですね、人権尊人権保障を目的として条約がま多く結ばれていったということになります。各国の国内問題とされていたものが国際法による規律の対象となったのは人権だけではなくて、貿易政策もそうだし、ま環境問題もそうだということになる。 20世紀前半まではですね貿易政策にせよ環境問題にせよ各国がい、まあ、わば好き勝手にやっていたわけですけれどもそれが戦後になると人権の保障貿易の自由化あるいは地球環境の保護がですね国際社会にとって共通の利益であるというふうに意識認識をされるようになりまして国際法による規律の対象となって多数国間条約が結ばれて規律が強化されてきたということになります。 実はこの辺はですね政治経済のですねさっきの国際法の話に続いた部分でも扱われているものになります。そのことをもう少しですね深掘りしていきたいんですが特徴的なことは今述べたような人権にせよ環境にせよ貿易にせよですね 各国の国際社会の共通利益の実現を促進するためにですね多数国間条約によって国際組織や会議が設立されるということが増えています。WTO もそうですし環境条約の場合は締約国会合というですね会議を毎年実施するということを決めているわけです。英語のの頭文字をととっってと言ってい、ねまあ、例えば今年であるというのが 2018年今年の12月にです、ね、開かれることになっています京都議定書を決めたのは第3回の提案国会合ですので、まあ、COP3 ということになります。でこうした組織や会合においてはですね条約の目的を実現したり推進するために新たなルールを決めたりその条約の実施や履行を促したりといったことを行います新たななルルールの形成実施履行とということになります。 まあ京都議定書やあるいは2015年に作られたたパリ協定もまあそううして新ななルールーの例だということいこになりますつまり大ざっぱに言えばですね現代の国際法においては国際社会にとっての共通の利益を保護し促進するために多数国間条約を作成ししかもそうした多数国間条約によって設置された国際組織や会議が条約の目的をさらに促進するために 新たなルールを作成したり、そうしたルールの実施や履行を促すというまあ、ある種のサイクルが注目されるわけです。条約の目的、その人権の尊重とか地球環境の保護という目的の実現促進のために条約が進化していくというイメージになります。こうしたダイナミックな働きがあってですね。まあ、国際法まあ、面白い部分でもあるんですが、まあ、国際社会の共通利益の促進が図られないということになる。 しかし同時にですね共通利益の実現という側面と同時にですね国家の最良の余地が減少するという点にも目を配る必要があるどういうことかと例えば気候変動枠組み条約あるいはその地球温暖化の防止とね今日も暑いですけどねこの地球温暖化の防止のために地球温暖化ガスというのを削減する必要がある代表的なものももちろん二酸化炭素なわけで。 例えば石油や石炭といった化石燃料を燃やすと二酸化炭素が出ますよということでそれを削減しなきゃいけないということになるわけです。でまあ自動車の排気ガスももちろん問題ですが例えば火力発電所なんかもそうした化石燃料を燃やしてですね電気を起こしているということになる。そうなると例えば日本が、まあ、原発問題もありましたので火力発電所を増やしたいと考えて実際増やしてるんですが実際増やしてるんですが。 地球温暖化に関する国際的なルールを考えればですね日本政府が取りうる政策の幅というのはそういう形で狭くなってきているということになります。でまさにそれ当然な話で今まで各国の国内問題とされてきたものが国際法による規律の対象となるわけですから、まあ、いわば従来より窮屈になるわけです。人権や経済政策についても同じことが言える 人権も国際的ななルルールが決まればです、ね、それればそを守とということになる例えば女子差別撤廃条約が作られればです、ね、その女子に対する差別をです、ね、少しずつでも減らしていこうということになるわけです。でこうして国際的なルールの発展とです、ねまあ、その反面である国家の裁量の輸出の減少という点に注目して近年では国際社会における立憲主義というものが議論されることさえあります。 立憲主義という言葉は、まあ、国内の憲法秩序との関係では聞いたことがあるかと思いますし、まあ、立憲主義をどう定義するかというのは、まあ、あのなかなか難しい問題で、まあ、それだけでも40分ぐらいかかるかもしれませんが、まあ、こういうですね国家権力を法によって縛ろうとする思想という一面があるということ自体はですね、まあ、間違いないと言っていいだろうと思います。でもちろんここで想定されている法はですね、まあ、国内法、まあ、憲法を中心とする国内法であるわけですが国際社会で論ずるというときにはですね 国家権力が国際法によって縛られるようになってきているということができそうだということになる、まあ、そういったことを強調する人はです、ね、国際社会における立憲主義といやいやちょっと待ってくれという人もいるでしょう本当に国家権力は国際法によって縛られるようになってきてるんですか例えばアメリカはその地球環境問題、ね、パリ協定が脱退を宣言しましたねとあるいは今貿易戦争というものが起こってますよねと。 アメリカの WTO 法違反がいろいろ言われてますね。あるいは去年今年と4月にですね、アメリカなどがシリアを空爆したと。これなんかも先ほど触れた武力行使の禁止に反するんじゃないか思った人もいるかもしれません。正しい感覚であります。一つずつ見ていきたいと思います。パリ協定については比較的簡単でありまして、単純でありまして、ま最初にですね、国家は 自ら同意した範囲で条約に従うと言ったわすですもちろんアメリカはパリ協定に同意してそれに入った、まあ、それを結んだということで従,う従わなければならないわけですがそうした同意を撤回することも原則として認められています。だとすればアメリカはそうした行為つまり脱退なしは撤回をしたように過ぎないということもできます。 ちなみにパリ協定というのはアメリカの団体を見越していまして興味深い規定があるんですが、まあ、ちょっと小ネタみたいなものなので後ほどですねレジュメを見ておいていただければと思います。WTO については、まあ、もう少し国際法に投げかけるものがありましてもちろんトランプ政権がですね WTO 協定上の義務を無視するかのような行動を取っていることも問題なわけですがもう一つ重要なことがあります。 WTO というのは自由貿易の促進を国際社会の共通利益として作成されたものであるまた WTO には2001年に中国が加入しているわけですですから自由貿易の促進という点ではもちろん中国が加入したことも歓迎すべきだということになりますが他方で中国はですね他国企業の特許などを侵害するとか国営企業に対して巨額の補助金を与えるなどの行為をしていると言われます。これれらの行為はは WTO 協定上望ましくはないけれども それらを禁止するルールーといいうのが存在しない明確なルールが存在しないため違法とは言えないということになる実はアメリカの苛立ちはそこにありましてつまり国際的なルールつまり今あるルール WTO 協定というのは1995年に作られていますので20年以上前に作られたルールと現在の経済の状況というものにズレが生じているわけです。 国際的なルールが経済の現状に合わなくなってきているという問題がある、で先ほどは条約目的の実現のためにですね国際組織が活動しているという点を強調しましたけれども、まあ、常にうまく機能するわけではありません。国際法の国際を作る基本というのはやはり各国の合意ですので、各国が合意しなければ新しいルールは作成されないわけです。WTO でも新たなルールの形成は止まっている状態であります。 そうした中で、つまり、こうしたズレをどうやって埋めるかというシステムがうまく働いてない中で,で、ね。アメリカとしては、まあ、ルール変更の起爆剤として。守れないものは守れないと言っているという側面もあると考えられます。もう一つですね、シリア空爆の問題は、まあ、もっと難問になります。まあ、先ほど国際連合の誕生によって、戦争が違法化され。 効果がの武力行使を原則として禁止されたと言いましたが、ま原則ですのでま例外もあります。ま国連の集団安全保障とか自衛権というものがまそれに当たりますが、問題はま例外はこれだけかという点になります。で、例外はこれだけだとすればですねアメリカなどのシリア空爆はこうした武力行使の禁止に違反するということになりそうだと。 これに対して何でシリアを空爆したのかということを考えればそれはここにありますがシリアの内戦においてシリア政府がシリア国民に対して化学兵器を使用して殺戮したからだとそれを止めさせるためなんだというふうに主張されるわけです。つまりここには化学兵器の使用というですね重大な国際法違反がありますしまた殺戮というですね重大な人権侵害があるこれはもちろん国際法違反であるわけです。 そうした行為がなされているときにですねじゃあそれを止めさせるためにやめさせるために武力を行使することはやっぱり最初の国家間の武力行使禁止原則に反するんだから許されないと考えるのかそれともこういう状況を止めさせるためなはやむを得ないと考えるのかということであります禁止されているのかあるいは禁止されるべきだろうかむしろ許されるべきではないだろうかという問題を投げかけているわけです なかなか難しい問題でして皆さんあのいろいろ考えていただければと思います。まあ、法的に言えばですね、そもそも禁止されていて違法という立場あるいはそこまで禁止されていないという立場あるいは禁止されていたとしてもルールは変わっていくべきだという立場など、まあ、いろいろ考えられるわけですが、まあ、今日はですね、私自身、まあ、この2に即して2 2が正しいかなと思って研究を進めていますが、まあ、現時点でですね明確な結論を示すことはできませんし、まあ、もう時間になるところであります。まあ、その点ではです、ね、言い切れなくてすいませんとしか言いようがないわけですが、まあ、本日皆さんにお伝えしたいことはもう少し別なところにあります。まあ、ここまで述べてきたようにですね、まあ、国際法は拡大の一途をたどっているわけですが同時にですね やはり最初にお話したように国際法というのは主として主権国家相互の関係を規律する法でありその形成には主権国家相互の合意が必要なわけです。したがって国際法が拡大してきたといってもですねそれはその都度国家間で合意のできる範囲を見定めながら進んできたものだということになる。そううしたこととを踏まええてて改めて考えれば国際法というのは 国家間関係や国際社会を映し出すまあ鏡ののようなも法という何かありがたいものがあってですねそれを敬えということじゃなくて国際国家間の関係があるところに国際法があるということになる、まあ、そう考えればですね最後に触れたパリ協定の問題貿易戦争の問題シリア空爆といった事象についてもですね 一方ではただ単にこうアメリカけしからんと言って起こるのでもなくてですね逆にまあ国際法なんて意味がないと思うのでもなくてですねこうした事象の背景に現在の国際法と国際社会との関係が示されているんだというふうに理解してですねじゃあなぜそういった事態が生じているんだろうというふうにいわばその中身を探究することの方がまあ意味があるんだろうと思います。大学でではそういうい研究が行われてですね また、そうした研究に基づいて授業が行われているということになります。まあ、最後になりますが、皆さんの中にはですね。国際社会や国際関係に関心があるという人も、まあたくさんいると思います。それらについて考える際にですね。国際法というまあ視点もあるんだということを理解していただければですね。まあ、面白いと思いますしまあ、今日の模擬講義がそのきっかけになれば幸いだと思います今日の講義はここまでです。どうもありがとうございました。